言語統一。ねえ、知ってるもうすぐ言語が統一されるんだって。学校の帰りに友人と立ち寄ったハミレスで、友人のリエが突然私にそう言った。えどういうことだから、英語とか日本語とか全部なくなって、 一つの言語になるの。ええー、うっそだー。リエのジョーク、面白い。友人のジョークに私は笑った。するとそこへ、店員が注文を取りにやってきた。ええと、じゃあ私はドリンクバーとパンケーキで。私が注文を言い終えると、友人のリエは突然店員に、 呪文のような謎の言葉を発した。ゲルベルベッソー、アブラピリタン、トチメンボすると店員も、アボビバベボビ、ベルビバボ。と謎の言葉で答え、笑顔でその場を去っていった。ちょ、ちょっと、今の何私は驚き、友人を問い詰めた。だから、 新しい言語だよ。ゆかりも早く覚えないと大変だよ。えあれ、ジョークじゃないの気づくと、隣の席の客も聞き慣れない不思議な言葉で会話をしていた。で、でも、学校でそんなの習ってないじゃん。家はどこで覚えたのそれは、あ、ごめん。 休養できちゃった。私、行かないと。えだって、まだ料理来てないよ。ごめん。代わりに食べていいから。あ、お金置いていくね。本当にごめん。そう言って、リエは急ぐように店を出て行った。えぇ、ー、リエひどい。一人になった私は、とりあえずスマホで。 新しい言語というものを検索してみた。ところが、なんと、ニュースサイトなどすべてが見慣れない文字の言語に置き換わっていた。何これ、文字化けじゃないよね。すると、先ほどの店員が料理を運び、テーブルに置きながらこう言った。ゲルベルベッソ、アブラピリタン、土地綿棒、チャパリカ収水。 ピピロピッピ。な、なんなの一体。え、えー、っと、私まだその言語わからなくて、日本語で言ってもらえますか私は店員にそう懇願した。すると、急に店員の顔が険しくなり怒り出した。ポリペンペン さらに、周りの客も、私を怒るような目つきで、じろじろと見つめてきた。ど、どうなってんのこれ。も、もう帰ります。私は、お釣りももらわず、お金を置いて、急いで店を出た。この店、おかしいよ。私はそのまま、家に走り帰った。そして、お母さん 家に帰り、私は母に今起きた出来事を伝えた。すると母は険しい顔をしながらこう言った。ポリペンペン言語はすでに統一されていた。